田村正人は日本のフィギュアスケート選手。パートナーは赤広真由美。神奈川県出身。1967年全日本フィギュアスケート選手権優勝。1967年世界選手権代表。1961年全日本選手権に男子シングルで出場し、佐藤忍、杉田秀夫に次いで3位に入る。 1966年の全日本選手権では小塚明彦に次いで2位に入り、1967年世界選手権に選出された。初出場となった世界選手権では18位となる。1967年、全日本選手権に男子シングルとアイスダンスで出場し、男子シングルは小塚明彦、樋口豊に次いで3位、アイスダンスでは 赤弘真由美とカップルを組み優勝する。1968年の国民体育大会では、東京都代表として出場し、高校男子で優勝。引退後は、日本スケート連盟に入り、フィギュアスケート委員長兼理事を務めていたが、2008年6月10日に、職務執行停止の処分を受けた。大会実行委員を務めた2007年世界選手権の運営に関し。 連盟とコンサルティング会社との間に民事訴訟が発生したが2009年に和解した。日本スケート連盟フィギュア歴代記録アイスダンス。日本スケート連盟フィギュア副委員長を処分スポニチ世界フィギュアめぐる訴訟は解禁150万円で、決着スポーツ日本2010年6月26日。ウェーバックマシン。ありがとうございます。